んにちは、コーチングアーツです。自在層における同感質思考位層、はい、その中で立ち現れる一つの価値が美だよと言いました、ね、美的同感質言うならば、運動形成における上位の価値意識、まあ最上位ですね、価値意識としての、ね、いい動きだっていうところの価値判断、良し悪し、その最高潮にあるのが美だよという、だから言うなら美的同感質という名称、名前がね付けられております、教科書の中で言うと美的同感質の発生、それとそれが修練目的になる、なるほど、あれを目指すんだ、あの美しい動きを目指すんだ、ね、美しい体操のあの動きを目指すんだ、ね、修練目標化していく段階、これが同感質思考位層、その価値中心というのが美、美しい動きだというお話です、位相です。じゃあさらに言うと、その修練も強化されるわけですよ、あの美しい動き、じゃあ美しい動きをさらにその感覚ね、美しいと言われるものをせめてカテゴリーに分けて解体してみましょうという、ことをね先生方なさったようで、3つに分かりますね、美的カテゴリーを作る3つ、1つが空間同感質ということよだそうでございます。空間、じゃあ言い方変えると、優雅さ、ね、優雅である、安定している、雄大であるという非常に抽象的な表現でしかないんですよ。これも難しいですよね。これはかといって、これは空間同感質、ね、だからといって、雄大さといったところで、ねね、空間のよける雄大さが美の一つの因子だといったところで、じゃあ雄大さ大きいですから動く範囲が大きいんですかっていうような物理的な空間解釈ではございません。これはあくまで質ですから、うん、じゃあ空間的表現の優雅さと安定さと雄大さってなんだみたいな話は、ちょっとこれはね、私がこの場でそう解説するには申し訳ない、足らないです。ご自身で、あとは美学ね、美学ってありますから、哲学領域でね、ビューティー、美の世界っていうのをね突き詰めてみてください。誰も答えはないでしょう。せめて金子先生は体操のご経験からこういったことが、目としてね、評価する人間の目としてあるよねということで、まあ表現されたわけですね。これも決して答えじゃないですから、サジェッションですよ、あくまでもね。美学なんてさ、もうとてつもねえ世界ですから、哲学やっちゃったらね、それは謙虚さを持ってせめて、そのこの世界にね対峙したいと思うところですけど、2つ目は時間同感質、ね、よく言うところのリズム感、スピード感、停止感、こうなるとあったかもね、じゃあリズムやればいいの、ね、早ければいいのみたいな、そういうあくまで何回も言うんですよ、物理的解釈のリズムとスピードと停止感ではないんです。これ質なんで、クオンティティじゃなくてクオリティなんですよ、質ね、難しいところ、何をもって美しさの中の時間感覚、美しさの中の空間感覚を捉えていくのか、うん、で解説と申しますけど、あくまで この領域に関して言うと教科書の代弁だけで、言うしかやりようがないですね。難しすぎるこれは。そして最後は来ますよこれ、ね、動きの冴えですよ。はって話ですか、今日冴えてるねって言うんだけど、何をもって冴えてると思ったんですかっていう話。この話で言うと、ね、技芸の究極にある動き方の美意識であり、一番といわゆる時間と空間のこの美の観念、これ2つも内包してるってわけですよ。でそれを冴えてる、分かるようで分かんないでしょ。うん、でも逆にこういうのを磨いていくことが、そういう表現系のね、熟達した表現、その種目というかに行くための、まあ一つの大事な条件にはなってくるわけですね。ただ物理的に、よいしょできました、物理的に成立してますよっていう話じゃないですから、いうことし、これは質だし、何度も言います、僕らもう完全にこれメジャーリーグじゃないけど、データ化の世界でしょ。デジタルデータ化の世界に運動の質を問うってもう本当難しい。どちらかというとデジタルと量、クオンティティにならされた我々の感性の人間に対して質を問うってすごい逆に難しいことですよね、だから今質を科学するなんて意外と潮流でしょ。質
を科学するなんて、質をデータ化するなんて、山ほどね、ここ10年の一つのこうキーワードにはなってきてますけどね。永遠にこんなの答えが出るわけじゃなくて、油と水みたいなところですからね、良質問題っていうね話になってます。ではせめてこれらしか僕は、ね、教科書のダイビングらしかできませんけど、非常に一番最高賞でいうと美が出てくるよというお話ですね。でこれに引き続く最後、本当の最後ですね、同感質思考衣装のさらにその上があるんですよ。これが自在即興衣装と言われるさらに究極のねいうことだし、先ほど少し無意識の話しましたね。私こう前提化という話をしましたけど、その完全に領域に入った動きのステージ、衣装フェーズのことを同感即興衣装ですか、というふうにカテゴリー化されております。本当の最終最後ですね。この次に解説いたします。今日も我々の YouTube ご視聴いただきありがとうございます。またお会いしましょう。